平気賞は、中華民国、蒙古連合自治政府の軍人、政治家、漢属ながら、蒙古軍を率いた軍人である。熱化勝率初級中学を出て、騎兵将尉に任じられ、1934年に、札幌警備軍、第二支隊第四団長に昇進した。1936年、蒙古軍砲兵隊長となり、李主心を補佐している。翌年月、 蒙古連盟自治政府が成立し、盲古軍総司令部において、陸軍少将として、蒙古軍第一市長に任ぜられている。1939年9月1日、蒙古連合自治政府が成立すると、定基将は治安部長に任ぜられた。1941年8月31日、蒙古連合自治政府が蒙古自治国に改組されると、帝は内政部部長に転じた。 モ古コジチク崩壊後に北平へ移った李主シは1945年12月頃に熊竹市から旧モ古コジチク要人の処遇に関して電報を受け取っている。その中には旧モ古コジチクの盲石職員について一律に罪を問わずそのまま任用するとの記載が含まれていた。この電報を折から見せてもらった定期賞は自らが監臓であり、 しかも小解析の国民政府とはこれまで何の連絡も取っていなかったことから、斜面対象者となり得ないだろうと恐れを抱き始めた。果たして、それから間もなく、観測同僚で、猛虎寺地区に産業部長を務めていた、と運ぶ境が国民政府に逮捕されてしまう。絶望した帝は1946年2月2日、拳銃で自らの頭を撃ち抜き死亡した。 去年46、ありがとうございます。